レオホー、どうもおまっとさんでした。テイハチロです。昨日プロ野球ニュース見てる途中で寝ちゃったよ。プロ野球ニュースのライオンズ対オリックスの試合が始まる前に寝ちゃったよ。なんでパリーグ後半やねー、こういう時限って。23時から見て1時の分も見逃してしまいました。悔しいと気がついたらね、朝でした。9時回っておりました。いやー、あ、じゃあすいません、乾杯しましょう。寝起きのレオホービールジャイ、行こう。はい、では久々の波乗りクマビールいただきます。ではでは、昨日のライオンズの勝利を祝して乾杯。寝起きビール最高、レオホービール最高。うわー、なんかすごい悪いことしてる気分ねえ。皆さん仕事行って大変でしょうに、すいません。うわー、寝起きの10時前のお前ビール出せよお前この野郎。あー、美味しい。というわけで、今日のおつまみというか朝飯はこちらです。大丈夫か俺、大丈夫か、こんなもん食って。油そばです。調理してきまーす。はい、調理してきたものがこちらになります。朝っぱらから油そばね、もうバチ当たっちゃうお前こんなの。いただきまーす。うまい。うまいね。お腹もちょうど空いてたし、最高の向かい酒ではないでしょうかこれ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しかし昨日の試合は本当にナイスゲームでしたね。レオホーすぎるだろう。昨日は大レオホー6対0でオリックスを下しました。素晴らしい。カード勝ち越しよ。嬉しいね。しかもオリックスのピッチャー宮城弘也よ。ほんと5回までノーヒットノーランされるかと思いましたけど、どうですか6回裏の攻撃よ。もう長い長い。お前振り返るの大変だよこの野郎お前。どんなんかお前忘れちゃったよこの野郎、この野郎お前ハッタラスぞ本当に。先頭バッター鈴木翔平が、ショートフライでワンアウト、続く小賀優斗が、センター前ヒットを放ち、源田壮亮、ライトへのツーベース、これでワンアウト2、3塁。バッターは奥村光一。昨日体調不良により、2軍降格になったベテラン栗山匠に代わり緊急招集だったそうですね。2軍の試合が始まる直前に1軍昇格を言い渡された、この村山光一がレフト前に先制タイムリー。素晴らしい。1塁上でガッツポーズ、気持ちがこもってました。なんでも昨日お母さんの誕生日だったそうです。奥村選手のお母さん誕生日おめでとう。奥村もナイスバッティング。いいね、あの一塁以上でのガッツポーズ、ああいうのがやっぱりいいですよね。このチームの士気を高める、あの蛭間拓哉にしろね、こういうタイムリーだりホームラン打った後ね、体全身で喜びを表現するようなね、元気印がね、やっぱライオンズには必要なんですよね。さらにさらに攻撃はまだ終わりません。石川真奈也にもタイムリー飛び出ちゃった。これで2対02対0となって、さらに、ワンアウト1、3塁。バッターはライオンズの新4番山村ですよ。山村がセンターへ犠牲フライ、3対0宮城弘也からだよ。3対0だよあなた。でもね、さらにさらにこれで攻撃が終わらない昨日のライオンズです。どうした宮城弘也、ライオンズ打線をちょっと見下してたかな。
どうだったのかな？野村大樹ですわ。おとといも、先制犠牲フライ。昨日もやってくれたぞ。宮城大弥相手に、センターの頭を超えるタイムリースリーベース。ファーストベース、セカンドベース、サードベース、ちゃんとベース踏んでます。すってんころりもしませんでした。学習してます。すごい、すごいぞ、ライオンズ。宮城大弥から4点を取りました。6回。いやー、お見事でしたーってね。まだ攻撃が終わらない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。続く岸十一郎もセンター前なんだわね。センター前でスリーベースを打った、野村大樹帰ってきます。5対0じゃボケ。本当に、俺はね、見逃さなかったよ。昨日中継、生中継見ててね、見逃しませんでしたよ。岸十一郎がタイムリー打つ目前の宮城大弥の顔、目、泳いでたよ。泳いでたよ。おかしい。この僕が、ライオンズ打線なんかに打たれるわけ。そんな、こんなの、なんかの、間違えた。えい、課金。ねえ、最高に気持ちよかったわ。多分ね、こう言っちゃあれだけども、宮城大弥、ライオンズ打線舐めてたね。見下してたね。確かに、宮城くん素晴らしいピッチャーです。レベルも、全然、違います。こう、ちょっとした、おごり高ぶりがあったのかもしれませんね。あかんよ。舐めたらあかんだよ、本当に。やればできるんだから、この子たちは。さらに8回には、山村隆義が、ソロホームランですよ。再起からね。いや、もう昨日のね、野手陣は、もう、ハグしてあげたいね。私の、もうミスターじゃないけど、私の胸に飛び込んでいらっしゃいっつって。もう、ほっぺにチューだわ、そのまんま。ハグしてからの、ほっぺにチューだわ、マジで。ほっぺにチューしてやりたい。ね、一方、ライオンズの先発投手、青山みなとですよ。青山みなとよ。よく投げた、昨日は。プロ初勝利、初完封。ありがとう。ありがとう。本当にやるのは、青山よ。おい、本当に投げた。素晴らしい。いやー、でね、首脳陣もね、9回まで投げさせた完封、106球ですか？しかも最後のピッチャー、森友哉だぜ。おい、去年か、なあ、開幕戦で同点ホームランを打たれた、森友哉、このバッターを最後に、センターフライを、ザラにさらせ、森友哉、お前。ナイスゲーム。もう青山も、私の胸に飛び込んでらっしゃい。ほっぺに注意してやりたい、ほんとに。もうみんな、もうみんなほっぺに注意してやりたい。もう、鍋球も、もう鍋球もね、いや、もう素晴らしい、采配だったでしょうか。采配というか、起用ね。この若手起用、最近の若手起用、俺非常にいいと思ってますよ。栗山匠に代わり、奥村をね、上げ、そのまま2番で使うという。若手起用が、ズバリハマってきている鍋級采配。鍋級のは頭皮にちょっとチューは嫌だな。さすがにちょっと鍋級の頭皮チューはちょっとあれだけど、まあまあ俺の頭をこうすり寄せたいね。ドジャースやってるじゃないですか。ヒット打つと一塁ベース、一塁コーチャーとこうやって頭やるじゃないですか。あれやりたいね、鍋級とね、帽子ってこうやってカーンとやりたいね。先輩お願いしますよ。はい、といったところでね、今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。X とインスタのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら、ライオン。